フェルディナント・ザウアーブルフ・エルンスト・フェルディナント・ザウアーブルフに生まれる。フィリップ大学・マールブルクで医学を専攻、グライフスバルト大学、フリードリヒ・シラー大学・イエーナを経て、ライプツヒ大学で1902年に学位を得る。翌1903年より、ブレスラウ大学医学部外科教授であった、ヨハンフォン・ミクリッツ・ラデツキーの助手となる。1905年に、グライフスバルト大学に移り、 マールブルク大学を経て1910年にチューリッヒ大学医学部外科教授。1918年にミュンヘン大学医学部外科主任教授。1927年から1949年まで森大外も学んだことのあるベルリン大学附属者リテ病院外科教室主任教授を務める。ブレスラウ大学在籍中の1904年に患者の首から 上だけを外界に出せる特殊な減圧室を作成し、この室内で開胸することで、肺許脱を防ぎつつ手術する手法を考案、当時不可能とされていた、開胸手術を初めて可能とした。この技術を基盤として、肺結核の外科的治療法としての、脊椎側胸郭角形成術、横角膜神経切断術、肺溶切除術を開発し、また世界で、 初めて肺癌、食道癌の切除、慢性収縮性心膜炎、冠動脈瘤の手術に成功した。また、第一次世界大戦時には、血損部に残された、わずかな筋肉で動かすことのできる技師を考案した。また、ザウアーブルフは、波体結合を応用した、動物実験によって、臓器の生理的機能を解明したことでも知られている。例えば、 二体の動物を結合した状態で一つの腎臓だけを機能させ、これが生存し得ることを示した。また、秘蔵が免疫を司ることを初めて示した。フェルディナント・ザウアーブルッフ組相称1937年、ザウアーブルッフは国家研究顧問会顧問官に就任する。この組織はナチス親衛隊の研究プロジェクトをサポートしていた。 1942年、ザウアーブルフは陸軍軍医少将に就任する。在任時、彼はナッツ・バイラー強制収容所の囚人をマスタードガスの実験に供することを承認した。1945年10月12日、ザウアーブルフは連合国軍にナチの独裁制に加担した角で告発され、ベルリン保健局を免職されたが、罪に問われることはなかった。 ザウアーブルフの名は、いわゆる遺伝病の歴史において有名である。晩年、ザウアーブルフは、脳血管性認知症と思われる状態に陥ったのだが、東ドイツにその権威を利用され、そのまま多くの患者に不適切な手術を行い、それらは致命的な結果に至った。ザウアーブルフの同僚はこの過ちに気づいていたが、高い名声と強い政治力を恐れてこの状況を、 告発することができなかった。結果として、多くの人命が失われたのである。1951年、ザウアーブルッフは、東ベルリンで75年の生涯を終えた。1954年に、彼の電気サワーブルック、ダス・ウォー・マイン・レイベンが映画化され、好評を博したが、電気も映画も晩年の彼の証言の聞き書きであり、その内容は、歴史的にも、 医学的にも正しいものではない。ありがとうございます。